本当に改めて、あの、車で走ってる時も、お、ちらっと見えるなぁと思ってたんですけど、あ、改めてね、これね、実物見るとでけえわ。すげえわ。うん。はい、あれ、らしいですね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で降りると、まあまあ、ですけど、あの、今回ですね、多分ね、泳げない。はい、多分ね、あれ、この辺りは大丈夫なのか。うん、この紀伊半島の辺りは気をつけないといけないのが、夏の海水浴の時期とかにね、なると、今の時期はどうしてもいいから入りま、行きませんけど。ああ、でもこうやって見ると、やっぱすごいな。これ七里御浜や、七里ってことは、七里ですから、七里さん七区27メートル270メートルぐらいか、でしたっけ。ストーンとね、浜がある。なかなかね、リアルしっかりか。なかなか浜がなくてね、すぐにね、岩になってみるっていうところなので、に、あるところってことになりまして、こっちから見るともうちょっとね、あの、岩な感じになりますけど、ちょうどね、あの、横のとこから見ると、まあ、こうして見てみると、ね、あの、人が掘ってありしたんじゃないようじゃなくて、あの、勇気でね、いろいろと穴目で削られて、結果こうなってったんやなっていうのがね、こう見えるっていうのも、こっちの方まで回ってくるかもしれないところですよね。うん。いや、結構バギー車が入ってたね。うん。いや、あの、からドーンと壊れますっていう感じですね。いやー、あれやれやれ。ボリガジオは、そっちの奥の方かな。うん。はい。ズーリングと、この辺りが確か鬼ヶ城のはずです。そっちの方はまた別ね。で、あるんですけど、そう、あとね、この辺りはね、この、海は気をつけないといけないのもある。ここね、浜辺に、なんでね、あんまりわかりにくいですけど、あっちだって見たらわかると思うけど、海の深さが、あの、島の形からそのままストーンとね、そこに落ちくような形になるんですよね。おぉ、波も、すごく高いですし、あの、伊勢湾の方と違うんですけど、伊勢の方と違って、こっちの東紀州の方は、波、荒いんで、もうそこね、あの、当たり前のように岸壁に打ちつけてますよね。はい。なんでね。よいしょ。それは気をつけないといけません。で、あんな感じなので、そう、あの、浜、海もね、入った瞬間にすっげえ深いところとかあるんで、このね、概要の方はね、本当にそれはね、気をつけないといけませんからね。いやー、打ちつけてるね。波高いよ。しかも、あの、港みたいに、あの、防波堤ないんですね、ここ、そういえば。すげえな、そのままストーンと概要が見渡せるんで。広いなー。そう、こっちまで来ると、あの、伊勢の湾内だと、鳥羽より北側ですね。鳥羽より北側だと、あの、必然的に湾の形になってる伊勢湾でね。なので、まあ、広い湾なんで、奥の方にはなりますけど、あれね、セントレアが見たり、北半島が見えたりだとかありますけど、こっちに来るともう本当に、このまま直進して次に見えてくる。多分、このまま直進して次に見えてくる陸地は、アメリカとかなってくるわけですからね。ないですからね。そう。なのでね。本当に水平線がずっとーんと見渡せるっていうのは、これもね、またいい景色なんですよね。うん、あ、いいね。案外パッと走ってますね。そういえば。うん。今、チキンのところら辺まで来てますけど。はぁ。今回はもう完全に出落ちですからね。あとはもうこれで、見せ場の人は終わってるんで。どうやってブラブラ帰るかだけなんでね。まあ、時間はまだ、
気持ちに帰れば大丈夫なんで。あ、ちなみに四日市どうのこうのって言ってますが、今回のこの切符だと一応メリットはね、別に豊橋だろうが、名古屋だろうがね、アドラフリーパスの端から端まで、フリー切符であるんで、岐阜とかね、エリア内でしたら、同じ値段ですからね、神山から来るのも、でもね、まあ、なかなか往復日帰りで行くにはちょっとしんどすぎる距離ですけどね、でそこで特急とかって使うんだったら、ね、そっちの方からも、特急南紀の、熊野古道フリーパスが、お安い価格ねとか設定されてるんで、結局特急乗るんだったらそっちの方が、特殊でとなってくるケースもあるのね。した後はね、ちょっと、値段こっちは、値段変わりませんので、4600円。で、これに、特急料金追加した時の、いろいろと、ちょっと、足して、これをベースにね、考えてもらったら、こっちの方が納得だな、とか、埋めてくると思います。まあ、もう、一泊二日、二泊三日するんだったら、もう、迷わず、熊野古道、リッチプレイと思います。三日間、この辺りの、交通網が全部乗り放題になりますんでね。よいしょ。でも、あんまり行きすぎるとあれか。どうせ、一応こっち側もちらっと見に行く？いいな、歩きとか言うて、足元がね。疲れるよ、これ。商業施設としては、大桑とかイオンぐらいになってくるんで、目星いいところがね。そっちの方行っちゃった方がいいかなと思いますけどね。だったらね、そっちの方が登ってた、そのまままっすぐ行ったら、イオン、大川どっちもありますからね。道の駅まで行くと、結局、隣の駅が近くなるんですけど、そこから乗れないんで、今回。往復キープでね、買っちゃってる縛りがありますんでね。そこは、よいしょ。こっからマップかな。よし。こんな感じですね。だから国道沿いなんで、国道ももう海岸沿いを走るんでね、実は商業施設がこちら側にはほとんどなくて、商業施設が全部山側の方にしか作れないっていうね、これもまたこの辺りの、うちの独特って言ったってことですね。よし。こんな感じで。もう本当山側ですかね。終わった。アスファルトって歩きやすい。なんということでしょう。延々と砂利道歩くからね。膝にはいいらしいですけどね、あっちの方が。お魚を買うかも、あぶてき。なんか縛り方もいいんだけどな。最初はそこまでちゃんと買えないですもんね。霧流し門まで出て、あっちに出たらちょっと後ろに出るんで、心配してね、何か食えるだろう。U3 段でごぜやすよ。あ、しかしこれはまた。